で、しゅぶかもこの道場は37年になります。ただ37年というのは自分が沖縄少林寺協会の六段のとって以前からうちの父上間常喜が看板を上げない、どこにも属しない、で独自で稽古している道場です。うちの父は自分のおじいちゃんもその部のたしなみがあったということを聞いてるんだけど、父も知花長信先生で、そして具志熊新八先生、棒とか小武道っていうのはもう上里忠英先生、鞍長徳先生、また島袋太郎先生からも手ほどきは受けております。うちの親父、父からがここにいるんだって。父の実家は灰原町のオーナーです。その時も首里の一角でも今も灰原町であるんだけど、自分のひいじいちゃん、その上も武道のたしなみはあったと聞いております。最初は2回、今3回で道場やってるんだけど、僕もまだ6段取ってなくて、書類の協会にも登録はしてない時に、2回増築した時に家族で体を動かせる場所が欲しいねという要請をしたら、じゃあベランダを囲って家族だけで練習できることをやろうかということで、でその時に周囲の青年たちもその練習しているのを見ながら、自分たちも稽古させてくださいと。まず違うのが、今はその綺麗なフロア、まあ極端に言ったら温室の中でやってるんだけど、まあ千奈道場、仲間道場を含めて外で、寒い日、まあ暑い日は別に問題ないんだけど、雨の日もロマって言ってももう方言で言うと石具という、まあ、セメントみたいなところで、まあ、それが今の道場との違いがあります。そこで、フロアになってからの稽古とロマでの稽古の違いが、つま先で回るかかかとで回るか、その足の運びがまず稽古の中でも違いが出てきています、ね、その時は今みたいにして、競技とかそういうの主体がないもんだから、もう肩で基本動作、基本動作、そして巻きわら、先巻きわらって言うんだけど、今のサンドボック、ただやっぱり肩主体ね。先生がいない時は知らんおりして、組手、自由組手なんかやりよったんだけど、それも知られたら逆に怒られる。少林に関してはやっぱり敏捷性、それと自然な呼吸、無理のない動作、そうしながら力を出す。力を出すということはやっぱり巻きをついたりそうしたりしないといけないんだけど、身体能力を高める、そういうのが求められている流派だと思う。うちの空手というのはやっぱりスポーツじゃなくて武道、武道というのはもう自分を鍛える、何者にも負けないぞという。ただそれは何で出てくるかというと、やっぱり一生懸命きつい練習、厳しい練習をしないとそれは出てこないと。ただ空手につけて、はい空手やりましたということでは出てこない。そういうことを一生懸命やって、きついことをやって、そうでないとその精神的な強さとかそういうの出てこない。でスポーツじゃなくてやっぱり自分を鍛える一つの手段だと思ってます。ただ外国の方でもうちのメンバー以外のが時々来るんだけど、で話聞いたらやっぱり段が欲しいとか、そういう話を聞くもんだから、段の問題じゃなくてもう僕は中身の問題だよ、白帯でも一生懸命やれば別に問題ないんだよという話をして、やっているんだけど、空手はもう一つだから、流派違っても世界の何千万といる空手家が心一つにして、一つの目的に向かって、進んでいけば、まあ、大きい争いもない、まあ、自分を鍛えるために鍛える、鍛えた人はそういう考えになると思う。それを指導者がまたしっかりと見て、そういう子たちをしっかり指導していければいいなという考えです。